海道合宿に行ってきました。マコマナイカントリークラブ、そうです。家から出発して荷物いっぱい持ってるね。そうですね、1週間だったからね。行ってらっしゃい。で子供にバイバイして出発です。出発、これは成功を祈る、祈って近くのお神様に、神社にね、お祈りしてね、それから空港へ到着。到着しました。一人で行ったんですよね。そう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 、到着しました。良かったんですよ。1週間ずっとほとんど座学中だけ雨降ったけど、プレー中はほんと降らず。最高ですね。綺麗でしょ、うん、下のプレー、これそう、始まる前にプレーして、これはもうレッスン、参加者の、そうそう、参加者の皆さんの写真ですね。本当天気良さそうで、そう、結構みんなすぐ仲良くなってくれて、はい、楽しそうに。パターグリーンで、これやったの、そう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 。でこれはね、あのみんなでコースへ出て、はい、コースの攻め方とか考えながら、うん、ラウンドしながら、あいいですね、はい、そうそうそう、そんな感じ。これで傾斜から打ってみたりとか、で同じショート、これねショートホールで確かに200ヤード飛ぶクラブで130のショート乗せましょうとか、そういうものをやって、コース内にあるの、そうそう、コース内でちょっと練習をしてもらったり。これだ、これはね、あれだ、左足下がりから打つ練習をしてる。うまいね、ものすごい、これ分かんないけど見た感じだと、すごい傾いてるところで下がってるんだ、やったんですよ。左を狙った方がいいんだ、こういう。そうそう、右に出やすいので、うんうんうん、左狙ってとか。右足引いてもいいですね。なかなか練習場じゃね。そうなのよ。わからない。こういう場面がないから。練習して。練習場ではないけど、ゴルフ場ではありますね。そうそうそう。腕力だけで持ってくくらいの。お試し、お試しっていうね、練習するっていう企画で、まあみんないろいろチャレンジ。これ難しかったんですよ。ちょっとダブっちゃった。そうそう。まあ難しい。コースでもドライバー練習したり、いいよ、気持ちよさそう。気温はどのくらいだったんです？25から暑い日で30度ぐらいかな。でも爽やかな感じで、うん、すごい見るからに爽やかな、爽やかそうですね。うん、空気が綺麗そうで、この方奄美も来てくれた。うーん、2回目ってことですか？奄美からね、今回までで10打ぐらいスコアが良くなって。奄美いつだったんでしたっけ？奄美3月ですね、今年の3月です。10打縮まるってね。そうですよね。最初、最後に球が出て、で、わあ広い。綺麗ですね。うん、ここ北海道って山は見えないんです。向こう。この辺は多分札幌の近くなんですけど、あんまり高い山は近くにはない感じのところでしたね。うん、なんか楽しく。これね、全部緑。ベント芝って、はい、グリーン、この辺ね、あの他のゴルフなんていうの地域だとグリーンにある芝をがフェアウェイとかラフにある。おー、うんうん、おー、バンカー、女性も参加してくれて、そうですね、背よりも高い。そうなのよ、これうまく出たんじゃない、出ちゃうんじゃないですか。すごい上手、女性も参加されてるんですね。これが多分ね、滝のパンプってかな、これあのトーナメントをやる、ちょうどこの7月の20日からのトーナメント、これもそうですけど、滝の関係です。トーナメントやるゴルフ場で最終日にみんなでプレーしてっていう感じですね。でこれが第2回目の方で、最初3人で1回目やって、2回目は6人でやってっていう感じですね。じゃあ1回目と2回目違うゴルフ場で、そうそうそう、最後はね、そう、1回目は2日間コースで3人でやってっていう感じですね。はい、でこうみんなでお昼ご飯、お昼、そうそう、ご飯はどうでした？もうあのジンギスカンをみんな食べて、やっぱり北海道といえば、そうそう、夜は懇親会で、はい、みんなで飲み会をして、楽しそう、皆さんそれぞれ一人ずつ参加だったんですけど、結構仲良くなってくれて、いいですね、楽しそう、連絡先交換したりして、
全国からいらしたんですもんね。そうですね、いろいろなところから広島の方から関西、関東、北海道の方もいらっしゃって、はい、こっちみんな食べないと楽しくご飯食べて、うん、お酒を飲む、結構なんか毎晩みんなさん仲良くなって毎晩なんか一緒に飲みたりしてる感じでした ね楽しそうですね。感じでした。はい、はい、お疲れ様でした。で今回参加された方はみんなねメルマガを見てる方がさ、うん、に募集したんですけど、はい、参加したい方はメルマガへ登録してもらえればご案内をお送りします。はい、またぜひ合宿にも参加したいですね。ぜひ、はい、ミコ社長も、はい、お願いします。帯同してください。はい。